日本ハム、ス・イーレイとの契約合意を発表。日本ハムは29日、台湾、中国文化大学のス・イーレイスと契約合意に達したと発表した。2005年2月18日生まれの18歳で、9月に行われた第31回 WBSC、U 対18、ベースボールワールドカップにも台湾代表として出場。最速156キロをマークして注目を集めていた日本ハムの稲葉篤則 GM は、球団を通じて今年の春先から孫選手が投手として急激に力をつけてきたことに注目していました。昨年まで野手がメインであったとは思えぬほどしなやかなマウンドさばきが非常に印象的ですとコメントした。稲葉 GM は現地に赴いて視察しており、 U18 の日本戦で見せた勢いのあるストレートはもちろんのこと、相手打者に全く隙を見せない度胸満点の投球内容に将来への飛躍を強く感じました。台湾の方々にとって宝物のような存在だと思います。しっかり時間をかけて育成し、将来は世界を相手に戦うようなスケールの大きな投手になることを願っていますと期待を寄せた。補強第一弾来たな。台湾一人気の NPB 球団やからね。外国人枠使うのがネックやけど、ドラ1クラス取れたな。台湾って野手なら地雷だけど投手なら大丈夫やろ。これは素晴らしい。ホークスは見習うように。問題はハムの環境でこのピッチャーを育てられるかどうかよ。ドラフト次第で楽しみは増えるんだけど、新庄が監督ってのがな。これ取りたいから王と再契約したんかな。ストーリー重視で前出し名する可能性。育成できないのに取りたがる。逆にこれで台湾のためって大義名分維持できて心置きなく大王を切れるんちゃうか。台湾はプロ中の学生引き抜かれて文句言わんのか。これでドラフトは大学生ピッチャー一択だろ。ご視聴ありがとうございました。